それでは今日本,本日の講師を紹介します、えー、本日の講師は九州がんセンター呼吸器使用科の野崎かなめ先生ですで。プロフィールですけども野崎先生は2005年九州大学医学部卒2008年九州がんセンターの医師となりまして肺がん一筋10年餃子1日100万個って言ってましたけどそれもうずっとずっと肺がん多くの治験分子標的薬 免疫チェックポイント阻害薬の試験などにも数多く参加されていますで。気象遺伝子変異を持つ患者さんを対象にした医師主導治験にも多数ご参加されて、2014年は薬物療法専門医取得、16年より日本臨床腫瘍学会、高齢者のがん薬物療法ガイドラインの作成協力員同年より日本肺がん学会、肺がん診療ガイドラインの作成員、 薬物療法及び修学的治療省委員会でご活躍をされました2017年医学博士を取得されまして現在に至っております今日本当に中川先生ご紹介いただいたように最近のトピックスで一番注目されている領域であります非症サー肺がんの免疫療法編をお話しいただきますそれでは野崎先生よろしくお願いします 皆さんこんばんは九州ガンセンターの野崎と申します皆さん九州ガンセンターどこにあるかご存知ですか海を渡って九州福岡にあります今日は海を渡ってこちらまで3時間かけてまいりました今日帰ろうと思っておりますえ寒いですねこっちは皆さん気をつけて帰ってくださいということで始めます あの今日お越しいただいた何人かに1人はこの写真を見てなんかアイドルみたいなのが来るかなと思って来ていただいて今すごくうなずいていらっしゃる <laughs> 神田さんがいて嬉しいんですけどこれ奇跡の写真でちょ,ちょっと数年前になるんですけどでも本当はあれお酒飲んだ後の写真あれの間ぐらいでこれ本物ですねだからあの <laughs> 奇跡の写真ではあるんですけどちゃんと本物が来ておりますのでご安心ください、まあ、写真というのは主にそういうもので <laughs> 良いものが出されると。 いにに添えずに申し上げございませんで私なんですが肺がんが専門で先ほどご紹介いただいた通り、えー、抗がん剤の専門家がん薬物療法専門医の専門医の取得を持っておりまして日本肺がん学会とか日本臨床師匠学会のガイドラインを作成する協力する委員の一人になっておりますでこれはもう発表する時に必ずみんなが出すような、えっと、平たく言うと製薬会社と癒着があるよっていうのを <laughs> 癒着ないんですよないんですが 講演とかをするとお金をいただくことがありますのでそういったものを、まあ、この会社とはそういう関係があるんだなというのを見せるものになりますいろんな会社からいただいておりますさて本日はこちらに挙げますとおり基本はもう免疫療法だけを肺がんの治療の免疫療法だけをお話をずっと続けていきたいと思っておりますまずは、まあ、いろいろ免疫療法でたくさんありますので肺がんにおける免疫療法ってどんなものなのかで免疫療法の 僕たちが手にしている免疫療法の中心になるのは免疫チェックポイント阻害薬という類のお薬になります。これ何なのかな、あの言葉とかも今日ぜひ覚えて帰っていただけたらと思います。そして最新のところでどんなことを今考えながら研究が進んでいるのかとかどういうところに興味を持っているんですよというところをご紹介させていただこうかと思っていますしあらかじめ少しご質問いただいててちょっと返事をするのが難しそうなものに関しては スライドを出しながら絵で用いて少しご紹介できればなと思っておりますのでこれで40分間ぐらいお話をさせていただきたいと思っておりますがん免疫療法って何かといいますと字がちっちゃくて見えないと思うんですがもう左に注射器真ん中になんか細胞にアンテナみたいなのがついている右側はあれはちょっと分かりにくいでしょうけど細胞をですね 体の中に入れるということをするもの模式図が示されています。で、僕たちが今使える免疫チェックポイント阻害薬っていうのは真ん中にあたります。例えば PD1 阻害薬、オプジーボとかキートルーダがこれにあたりますし、新しく出てきた PDL1 阻害薬はテセントリクという薬剤が非小細胞肺がんに対して使用ができます。CTL4 阻害薬 というのは肺がんにはまだ現時点では使えないんですけれども皮膚の病気メラノーマという皮膚の病気にもう承認されて使えるようになっている薬剤です右側にありますのがあの治療戦略細胞を中に入れてがんを免疫の力でやっつけるという治療の1つがカーティー細胞療法というのでこれ最近トピックスになっています今年中に承認されるんじゃないかと言われる白血病とかリンパ腫悪性リンパ腫の お薬になりますそしてここ皆さんがもしかしたらイメージされる免疫療法ってここなんじゃないかなと思うんですけど今開発中、うん、開発中といえば聞こえはいいが本当にそうなのかまあクリニックでされているような治療もここら辺にちょっと該当するものもありますががんペプチドワクチンとか樹状細胞ワクチンというような治療方法が、まあ、こういう 分類になされることもありますで知っていただきたいのは免疫療法の中で実際に使えるのは真ん中の免疫チェックポイント阻害薬っていう部類に入る PD1 阻害薬 PDL1 阻害薬そして他のがんであれば CTLA4 阻害薬この3つだけであるということです。非非小細胞肺がんはもう非常にお薬が、まあ 年に1個必ず2012年以降は必ず何か新しいお薬が僕たちの手元ににに届届いいてて患者さんに届けられるようになっています青に示すものが分子標的薬といって数回先に EGFR とか ALK とかそういったところの遺伝子の異常を持たれている患者さんに対するお薬の話があるんですけどそういった薬剤もまあとにかく何か。 年に2個ぐらい新しいお薬が使えるようになったりとか非常に患者さんにとっては非常にいい僕たちも治療を提供する立場としては新しい武器が手に入って非常にいい時代になってきたんですが今日のお話はこれ2015年に承認されたオプジーボをはじめキートルーダーテセントリク最近でいくとイミフィンジという4つ目の薬剤まで出てきました免疫チェックポイント阻害薬という 分類されるがん免疫療法の治療薬が武器として追加になっています。見ていただけたら分かるとおり、まあ、2015年以降年に1個のペースで新しいお薬が出てきているということで今ここの治療が一番中心になってきつつあると、まあ、もう中心になっていると考えてもいいんですかねそんな薬剤になります。ということで免疫チェックポイント阻害薬というのはどんなお薬なのかでそれぞれのお薬、まあ、特徴ではないですけど 僕は名名前前が好ききなので名前についいいいててて少ししご紹介していきたいと思っています免疫チェックポイントっていうのはあのいろんな英語がここに書いてあるんですけどこれ見る必要は全くありませんで知っていただきたいのはあの免疫に関与する創生する分子がいくつか存在して分子っていうのはアンテナと考えてもらいましょうかアンテナが働いたら例えば アクセルを踏んで免疫を背中を押して強くさせようとするような分子アンテナが免疫チェックポイント阻害免疫チェックポイントとして存在しますし反対に止まれとブレーキになるような免疫チェックポイントというのも存在しますで免疫は当然ながらがんをやっつけるために活性化しなければいけませんので左側のアクセルになるような分子をさらに刺激をすれば 免疫は働くようになりますし右側に該当するようなブレーキになるような分子を邪魔してしまえばその抑制されているブレーキを解除することで免疫が働くようになるということで免疫チェックポイント阻害薬というのは右にあるような分子を抑えるようにメカニズムで開発されたお薬ということになります。 上に書いてあるのが CTLA4 って書いてあります次に書いてあるのが PD1 って書いてありますこの辺りが先ほどご紹介した免疫チェックポイント阻害薬が作用する分子になりますでよくよく見ると下にもいろんな分子があってラグ3とか一番下のに書いてありますけど当然ながらこの他の分子を標的にするようなお薬も今開発がなされていますし反対側のアクセルをさらに高めようというようなお薬も開発が進んでいるところになります 先ほど抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬免疫の薬を組み合わせるという話が少しあったかもしれないんですけど当然ながらこの辺も組み合わせたらさらに治療効果は上がるんじゃないかというような方向性もありますので、まあ、いろんな形でがんの治療というのは今後まだ進化する余地がたくさん残っているということです免疫チェックポイント阻害薬先ほどから出ている PD1 を抑える PD1 阻害薬 PDL1 阻害薬そして CTLA 阻害薬がありますで実際に使える薬剤に関しては p d 1阻害薬のオプジーボ・キートルーダがありますし p d 1阻害薬にはテセントリク・イミフィンジという薬剤があることは先ほどご紹介したとおりです c t l 4阻害薬に関してはヤーボイという薬剤がメラノーマに対して使えるようになっていますが実際に僕たちが使える薬剤は4つであるということです ここちらにに挙げたたつですすね赤く示したところになりますで先ほど名前が好きなのでちょっと名前の紹介をさせてくださいっていうふうにお話ししましたがそれぞれの開発に携わった製薬会社がそれぞれの薬剤の相性というかです、ね、名前を決めてるわけですよね子供が生まれた時に名前をつけますよねなんかいろんな思いがあってつけてると思うんですけどオブジーボキートルーダテセントリクイミフィンジどれが一番名前が好きですか なんかいろんな印象があるとは思うんですけどそれぞれなんか思いがあって作られてるみたいです例えばオプジーボっていう薬剤一番最初に出てきたんですけどちょっと難しいんですけどねオプティマル PD1 でニボルマブっていうのが一般名称なのでそれをくっつけたらオプジーボっていう名前になるらしいですちょっとこれまあちょっとひねりすぎて分かりにくいですかね これがオチなんですけどキートルーダー一番なんか面白い名前なんですけどこれには何も名前の由来はないということが書いてありましたテセントリクっていうのはこんなふうにつづりがなるそうです T, セル T 細胞を表すえ、まあまあ、イメージして作られたというふうに聞いてますが初期にはですね最後の IQ っていうところがインテリジェンスとかですねそういったところに関わるというのを聞いたことがありますが最近はもう T 細胞というところでこの ネーミンがついたんですよって言ってました。イミフィンジ、これはですね。I. M. っていうのが。免疫を示す英語が、イミュニティ。とか、免疫療法っていうのを、イミノセラピーっていうふうに言います。綴りは最初が I. M. M. てんてんなんですね。その I. M.。に。依頼する。M. I. M. と。 イミ,イミフィンジって、なんとなく僕たち英語を知ってる人たちは、インフィニティという永遠という単語が浮かぶんですけど、そういったところを連想させるように、このお薬の名前が決まったというふうに聞いております。なんでこれをご紹介したかというと、最初にもう正直にお話しするんですけど、3つのオプジーボ、テセントリク、 ーートルーダという3つの薬剤はです、ね、同じような患者さんにさあどれを使うかなって悩むことが多いんですよ。でまあ、正直なところ、どの薬が一番いいですよとかっていうところはあんまり処方する主治医は感じていなくてで投与の感覚とかです、ね、点滴の時間とかそういったのを説明した上で最後に何って僕は言ってるかっていうと好きな名前で選んでくださいって言います。 まなししいきましょう <laughs> 場合によっては近づいて直接指差します。で今聞いていただいたのはもしお薬を選ぶことになったらご家族がお薬を選ぶことになったら今のそれぞれの会社がどんなことをイメージしてこの薬の名前を作ったのかっていうのをちょっと思い出していただくのと結局なんかあの医者はどれでもいいよって言ってたから自分が好きなのを選ぼうつまり後悔をしてほしくないので患者さんが一番効きそうだと思う薬を選んでください。その時に 参考になるのがこの名前とか自分との相性もなんか名前も少し役立つこともあると思いますのでちょっと頭の片隅に残していただければいいかなと思っていますでこの p d ワ1とか p d l 1阻害薬は何が今までの治療と違うのかといいますとこのグラフの見方後で何個か出てくるのでちょっとご説明させていただきますが命の長さを示す図になります100人の患者さんがこの時点から治療を開始する 1>, で1年経ったところで、どれくらいの患者さん、残念ながらこの病気難しい病気ですよね、亡くなられる方が当然出てきます、どれくらいの患者さんがまだ頑張っていらっしゃるのかっていうのを、それぞれのポイントで示した図がこの図になります、カプラン・マイヤー曲線っていいます、カーブ、曲線、カーブ、カーブっていいますけど、こういうカーブを描くことで、治療の優劣を決めたり、その治療の特徴を 見ることがで,きるんで,す、ね、でこのフィギュアこのカーブを見た時に僕たちが最初に感じたのは実際に今よく言われているのはなんかこの辺からずっとまっすぐになってそうだなっていうのをその頃から感じていて実際にそれがこのお薬の特徴になっています。何が起こっているかというと残念ながら全員に効果があるわけではないんですけどだいたい5人に1人。 右に書いてあるのががんが半分になる割合、走行割合、走行率っていいますけど、それが20%ということは、5人に1人ががんが半分になります。これは決してすごくいい数値ではないんですけど、18%、だいたい5人に1人ですよね、16%というと、大体6人に1人はずっと治療の効果が続いているのかもしれないということを連想させるようなカーブです。つまりこのの治療の一番 すごいところは効く人には長く効くんですよというところがこの薬の特徴といって過言ではないんじゃないかなと思っています。ううまずはこの薬の開発は抗がん剤を始めて1回目の治療の効果が出にくくなってしまった患者さんにさあ次にどの薬を使いましょうかという段階でずっとこの治療 ドセセタキルいくつかのお薬が出てきたことは先ほどご紹介したとおりですのでさあそれぞれの薬が今まで僕たちが使っていた一番信頼するお薬と比べてどうかっていうことが比べられて命の長さを知るためのあのカーブを書いていくと上にある方が 生き残っている確率が割合がその時点その時点で高くなっているということですのでカーブが上に残っている方が治療が優れているというふうに見ていただければいいと思います、えー、右上は青の部分と思ってくださいでこれも青ですかねこれも全部青ですね青2の免疫チェックポイント阻害薬 PD1 阻害薬 PDN1 阻害薬がすべて僕たちがそれまで信頼していたドセタキセルよりも優れているということを示しました 左の,2つ左の下の2つがオプジーボの治療効果を示したものでこのデータをもとに2015年に承認されました右上にあるのがキートルーダーという薬剤の治療効果でこちらもいい治療効果が出たので2017年に使えるようになりました右下の青がテセントリクという薬剤ですこれだけ PDL1 阻害薬になりますが、まあ、先ほどどの薬もあん,まりあんまり変わらないような印象を持っているというのはこういった 図を見たりしながら、治療効果をまあ、僕たちが比較したところ、あまり変わらないかなっていう風に考えています。実のところはどっちが優れているのか？っていうのを、こんな形であの優劣を比べるための試験っていうのはされていないので、どっちの薬が優れているか？っていうことは？ 本当の意味でではは証明されていいないんですが、実際に治療を提供する立場からいくとどの薬を使っても大きな治療効果の差はないかな副作用の大きな差はないのかなというような印象を受けていることになります。2015年2017年2018年にそれぞれ薬剤が僕たちの手元に届いたわけです。先ほどもう1回目の治療の効果が出なくなって2回目の治療を選びましょうという段階で。 治療効果が示されたということをお話ししました。いいお薬はなるべく早く患者さんに提供したいと考えますし、患者さんもなるべく早く使いたいと思いますよね。で、その時に当然考えるのは最初から使ったらどうだろうか。で。でも先ほどの？ 治療データを見ると最初から使うにはちょっと心もとないかなということをみんな考えていてどんなふうに考えたかというと効きそうな人を見つけてきて治療を提供すると今までの治療よりもいいかもしれないということを確認しましたグレーで書かれているのがもともと僕たちが最初に患者さんに治療を提供するときにこの治療をしますよというもの2種類のお薬を組み合わせて治療することが多かったですそののお薬を使うのと 免疫ののの薬を使うのとどっちがいいのか1つの試験ではもうエリート中のエリート治療の効果がもう間違いなく出るだろうなっていう患者さんだけを抽出してしたのが左下のもので右下のものに関しては薬会社の思惑は当然あると思うんですがそんな聞きやすい人だけじゃなくてどうかな悩ましいかなっていう人まで治療ができるようにしたらそれで あの有効性が示されたらたくさんの患者さんに使ってもらえるじゃないですかそれぞれの製薬会社の思惑もあって対象を少し変えて治療するとこちらも青が免疫のお薬になりますがこっちの試験では2種類のお薬を使う治療よりも勝ちました右側の方間口を広げて治療させていただくとあまり差がない。 場合によってはちょっと悪い部分もあるのかなというところが見えて左のお薬がキートルーダで右のお薬がオプジーボということでお薬の明暗が分かれてキートルーダは効きやすい人に対して使えばちゃんと効果が出ますよということが証明されて先ほどと同じタイミングで承認されましたオプジーボに関しては最初から使うには間口を広げて使うと 効果が心もとないという結果でしたので2回目以降の治療には使えるけど1回目の治療には使えないというのが今の現状になっています今首をひねられていたので <laughs> 2回目の治療というのはさあこれから治療を始めましょうという患者さんに対してはまだ使えない1回治療を経験してそのお薬が効きにくくなった後には使えるということですまた後ほどお話し合いをしましょう。<laughs> で さらに時代は進んで抗がん剤2個のお薬を使うのと免疫のお薬を使うのどっちがいいですかって先ほどしていきましたけど当然効きそうなお薬は元気な人余裕がある人には一気に使ったらもっと治療効果は上がるんじゃないかっていうのを当然考えるわけです3つのお薬が3つのお薬じゃなすね、3つのやり方で抗がん剤だけを使うのと 全部抗がん剤も使うし免疫のお薬も一斉に使うのとどちらがいいんだろうかっていう試験がほぼ同時に行われましたで3つの試験ですね、まあ、これも昨年同時に発表されて、まあ、すごいなってみんな思って一気に治療のやり方が変わったんですけどこれも青ですね青に該当するもの上の図がですねこの3つが抗が抗ん剤 抗がん剤プラス免疫療法の治療効果がどれくらい続いているのかっていうのを見るための図で下の方はその治療の効果はもちろんいいに越したことはないんですけど長い目で見てその患者さんは長く生きれるのはどっちだろうかというのを見た図になりますそれぞれちょっと目的が違うんですがでもどれを見てもですね青の方が優れているということが示されてこの青に該当するのが抗がん剤 2種類のお薬もしくは3種類になっているものもあるんですけどの抗がん剤を使った上にさらに免疫のお薬を追加するという治療戦略が良いということが示されたわけです。でこの結果を受けて昨年末にに同時に 3つの治療方法が同時に僕たちの手元に届いてもう3月ですので3か月ぐらいもうこの治療を患者さんに提供することができてやっぱり使ってみるといい治療効果が出ることが多いかなっていう印象を受けております新しい武器を得たわけです。ということで去年から今年じ,じゃないですね2017年から2018年で肺がんの治療がどう変わったのかというところを お示ししますと、これ、肺がん診療ガイドラインっていって、このタイミングであなたはどの治療を受けたらいいんだろうかって、なかなか患者さんが直接これを見ることはないですがあなたに提供するために医者がこれを見ながら勉強しながらこの治療をしたいんだけどっていうふうに提案するためのツールだと思っていただければいいと思います。僕の上司、ボスは瀬戸って言いまして、その瀬戸先生がこのガイドラインの作成する、まあ まあ責任者をしてた形になるんですがその先生はですねこれを患者さんと一緒に見ながら治療を決めていきたいなということを言ってましたですごいいいこと言うなって思ってたんですけど僕あの同僚だから一緒に働いてるじゃないですか患者さんとこれを見ながら診療してるのを見たことがなくてあまあ口は言うけど結局やってないんだなって思いながらでもそれを見たらそういうのを見たら自分はこれを見ながらやってみようかなとか。 思いますよね実際にそういうふうに使えるようになったらこのガイドラインっていうのももっともっといいものになってくるでしょうし患者さんがどんどん治療に参加することもできるのかなとも思っています。で新しく2018年になって追加になったのはもうお分かりの通りこの足す全部のお薬を一気に使う治療戦略が僕たちの 武器として追加になりましたのでこの治療戦略がま大きな幅を占めるようになってきたというのはわかりいただけていると思いますさあ、この PD-1、PD-L1 阻害薬なんですけどいい治療法ではあるんですが副作用も当然ありますこれキートルーダっていう薬剤の患者さんに説明するときに使用する副作用をこんなのがありますよって紹介するためのパンフレットをインターネットでダウンロードすることができたのでそれをここに出しています オプジーボ、テセントリックも同じようなものを作っているんですが他のはダウンロードできなかったのでキートルーダーを持ってきましたでこれが意味するのは何かといいますとこのお薬の副作用はどんなふうにして起こるかといいますとがんを攻撃するべく免疫を高めているんですけど免疫が高まった結果自分の体を攻撃してしまうというのがこの免疫チェックポイント阻害薬 p d 1 p d l 1阻害薬の副作用であるということを意味していて もう一つ言えるのは体の至るところに線が入ってますよね頭、喉とか肺とかお腹とか手とか全部に線があるということはどこにその免疫が攻撃する対象が潜んでいてもおかしくはないということを意味していますで、この中のいくつかは命に関わるような重篤な副作用になりかねないものもありますのでそういったものを中心にこの薬剤を使う時には説明させていただいて患者さんにはどんな副作用が起こるの かもしれないといととうことをある程度備えながら出てきた時にすぐに僕たちに教えてもらって適切な対処が打てるように一緒に最初に教育患者さんにとっては勉強して治療を始めていただくっていう治療になります。で怖い治療だと思,ったと思うんですけど実はそうではなくて怖い副作用も隠れてはいますがどこに攻撃されるかわからないのと同時にそんなに強い攻撃が起こらないということもほとんどの場合経験。 言えますですので副作用はおおむねそんなにきつくはないですがちょっと頻度が少ないんですが立ちの悪い副作用も隠れているっていうような治療であるというふうに覚えていただければいいかと思います。さあここまでが 今の皮小細胞肺がんに対する免疫療法がどんな感じで僕たちの手元に届いて皆さんにどんなお話をしながら治療しているんですよというところのお話をしてきましたこれからはですねまだまだこれでこの治療で満足しているわけではなくて次はどんなことを考えなければいけないとかこんなふうになったらもっといい治療になるのになということをいくつか考えて私たち WJOG でやっている試験などをご紹介させていただこうと思っています。 えもう免疫チェックポイント外薬 p d 1 p d − 1阻害薬3つの薬があるんですが1個だけ使う時代はもうそろそろ終わって当然ながらもうたくさんの薬を使うと一気に4つの薬を使うとか3つの薬を使うという時代になったことは先ほどお見せした通り。 です,ですので、まあ、今、併用療法の方が中心になりつつあるということはお分かりいただけたと思うんですがまだまだ1個のお薬を使うような状況というのはあると思いますのでまずは1個のお薬を使う時にどういうことをまだ僕たちは疑問として持っているかとか、まあ、こんなことを知りたいなと思っているのか抗がん剤とこの薬剤どっちを先に使ったらいいのかなということはちょっと気になっていろいろ調べています。 1>, 1回使ったらもう効かないのかなというのは気になりますのでこのあたりにも注目して試験を行っていますえこの治療副作用のことは分かったけど治療効果とかその治療の効果っていうのは分かったんだけど他の治療に影響とかないのかなっていうのはそういう観点でも少し見てみますして当然ながらまだまだ治療効果には満足はしていないので治療の効果を上げるためにどんなことができるのかなっていう観点で見ています まず1個目、免疫のお薬と抗がん剤と最初に一気に使う人はいいとして最初に使わなかった人もうすでに治療を始めた人はさあ次に新しいお薬を使い始めるんだけどどっちのお薬を使おうかっていうことを考えますよね。先ほどの何度もお示ししている3つの試験でそれまで信頼していたドセタキセルというお薬を使うのと免疫のお薬を使うのは 免疫の薬がいいって言ったから、まあ、答え出てるじゃないか、免疫の薬使ったらいいじゃないかと思いますよね。ちょっと前にです、ね、この1個のお薬だけじゃなくてお薬を追加するとです、ね、追加した方がいいっていうデータもちょっと前に出ちゃったんですね。で残された僕たちの課題はこれとこれは結局どっちがええねんということがまだ答えが出ていない。 とということがありました実際に患者さんにお勧めする時にこれよりもこっちがいいこれよりもこっちがいいじゃあ結局どっちがいいんですかって言われた時に答えを持ってなかったんですねで患者さんには誠実にお答えをしたいのでそれをはっきりさせるために試験臨床試験臨床研究を行っています右下に前家先生でなんか僕同級生みたいなんですけどこの先生がこの試験を指導しているんですがこれから2回目の治療を始めようか 2回目以降の治療を始めようかというときに、舌の併用療法をするのがいいのか、便宜上、この薬を選びました。舌の2つの勝った方のどちらがいいのかというのを直接比べて、この結果をもとに患者さんに責任を持ってお話をしようというような試験を1個行っています。これからどんどん患者さんにご協力いただいて治療のデータを示していくことになるだろうと思います。2個目の疑問です。 1一回使ったらもう次、も使えないのかなということは興味があられるでしょうしよく質問されるんですねで。抗がん剤って一般的な考え方は、まあ、効かなくなって次の薬に移る、まる、あ、その薬を中止するということが基本ですので同じ薬を使っても効果が出ないだろうというふうに考えて全く違うお薬をどんどん切り替えて使っていくことが一般的です。ですが あの分子標的薬の EGFR 阻害薬、イレッサとかタルセバ、こんな薬剤ってちょっと使わない時間が落ちたらまた使うことってあったんですよね。ある程度、みんな少し時間が経てもまた効くことがあるよっていうのを知っています。で、実際に患者さんにこれを提案することが多いです。あとは免疫のお薬のヤーボイ、イピリムバブっていうお薬は。 皮膚のがんに対しては2回目に使ってもいいんじゃないかっていうようなデータがもう既に存在するみたいなんですね当然肺がんにも同じようにもう1回使ってみていいのかどうか知りたいなということで1回使った患者さん でき,ればできればじゃないですね、治療効果が出た人で2回目を使う可能性を考えたいということで、オプジーボを便宜強を選びました、右下にある、あれもなんか奇跡の写真ですね、でもあの先生、いい男で、まさにあれどおりの顔、寺岡先生と言いますけど、和歌山の先生ですね、あの先生がこの試験を今、指導しているところですが、こういった試験も行っていて、この結果が出たら、2回目に使ったら、 まあいいのか悪いのかっていうのも当然知りたいですけど、どんな人だったらもう一回使う価値はありますよとか。っていうのが分かればいいなと思っています。次、これ去年なんですけど、免疫のお薬を使った後に。まだ使っていなかった抗癌だよ次、効果が出なくなったので、また使ってみました。で、何人か使った結果、なんとなく効果が高まっているような気がするので。前。 自分たちが遡ってこの1年とか2年とか同じようなその治療の流れでやった患者さんの治療データをひもいてみると普通はですねそういった方がんが半分以下になる確率は10%もうないぐらいと考えるのが一般的でこれが常識だったんですけどなんか見ると3人に1人ぐらいが,がんが半分になっちゃったりということが報告されてなんかどうもこの薬って 後のの治療への効果もか作用があるんじゃなないかな先ほど合わせて使ったらいいっていうデータも出たじゃないですか次に使う治療への影響とかもあるのかもしれないということがか示唆されてちゃんとそれは見なきゃいけないなということでやりました中川先生いらっしゃいますが中川先生の部下である加藤先生だがこれもなかなかこれから患者さんにこういうことをしたいから あの治療させてくださいと言うと時間がかかるので早くこれらは知りたかったのでもう治療した患者さんのデータをもう一回紐解いてみましょうそれでもう使っ治療した人のデータだけ見ても結局これはたまたまなのかそれとも本当にいいのかっていうのがはっきり言えないのでこの治療だけを同じ時期にした人の治療効果も確認します。で 型や免疫の薬を使った後に本当に治療効果があるんだったらそういう人たちだけのデータも集めてみて比べてみたらやっぱり免疫の薬を使った後に抗がん剤を使ったらいいのかもしれないとかっていうところが分かるかもしれないなというところでこの試験が行われてもこれはもうすぐ結果が発表されると聞いておりますので非常に楽しみなところです次、併用療法どれだけお薬を足していくのかっていうような今状況ですよね 5個目6個目を考えるのかな、なかなかちょっとそういう方向にはいかなさそうな気がするんですけど今度はです、ね、今3種類の治療方法があるって言いましたけどいろんなお薬の組み合わせがまだ未知の組み合わせというのが残されているんですね当然、もう僕たちに与えられたお薬の組み合わせだけではなくてこの薬とこの薬ちょっと組み合わせてみたいなというのが当然あるじゃないですかそういうところを見るようなところも興味を持っているところですし特にこっちなんか 4つを薬使ってるんですね僕は患者さんに説明する時4種盛りって言っています4種盛りで今から治療しますって言うとなんとなくすごいことをされるんだなって思うじゃないですかなんか大盛りで自分は得してるような気になると思うんですけど本当に4種盛りいるのかなっていうのは僕たち常々考えていてどっか減らせる部分ないのかなこれは患者さんの副作用の面からもその利点はあるでしょうし経済的に考えると日本の経済を考えるとたくさんお薬を使うのと 少ないお薬で済むのと同じ白効果が出るならやっぱり後ろを目指していきたいなという部分もあってそういう方向性でも興味を持って試験を行っています一つはアップル試験という試験をしています A グループから1個 B グループから1個 C グループから1個 D グループから1個というのが当然治療の組み合わせなんですがたくさんある中で僕たちが使い勝手がいいなと思っているアリムタというお薬を使ってこれはまだこのテセントリクというお薬とは 一緒に使うことの有効性というのがしっかりと証明されていないので、それでちょっと組み合わせとかを変えてみて、どっちがいいのかなというのを見る試験、九州大学の白石先生という、右側、あれ、夢に出てきそうじゃないですか、あの顔を見ると、あれ、僕の同級生なんです。写真撮っていいですよ、誰も撮りませんね。あの先生が計画して、今頑張って、患者さんに参加を促しているところです。こういったものをする いい結果が出るとですね製薬会社さんにお願いをしてこのお薬の組み合わせでも使わせてくださいってお願いをすれば新たなな武器が手にに入るとということになりますよね次の方向性としては僕のボス瀬戸先生が中心になって計画をした聞きやすい人に対して本当に4種盛りいるのかなというところを考えた時にちょっと減らせないのかな2つに減らしてみました。 これで十分治療効果が出ればまあ当然こっちの治療の方がいいのかなという風な方向性になっていくと思いますのでこちらも今患者さんにご協力いただきながら試験が進んでいるところです。世界ではどんなことを考えているかというと日本でも同じことを考えてはいるんですけどどうもですね抗生物質を使っている患者さんの免疫の薬の効果が出にくいということが 言われて何かがあるんだろうなで注目したのは腸内細菌です。抗生物質を使うと腸内細菌死んじゃいますよねで元気な腸内細菌がいないと治療効果が落ちるのかもしれないというふうな観点で研究がされてまあ変なことを弁を調べるうんこを調べて腸内細菌を見てみるとたくさんの腸内細菌が生息している人とちょっとしかいない人多様性っていう言葉を使いますけど多様性がある人は青。 治療効果のの優劣を示すすもでで上に行こうがいいんですよね多様性がある人は治療効果が高いということが示されました。ということは何をすればいいかというと元気な大腸,腸内細菌を体に入れればいいわけですよね。まあ言うのは簡単でもどうやって入れるのということでこれは日本ではまだされていないと思うんですけど皮膚のがんメラノーマに対して治療するんですけどおつ他元気な人のお通じをいただいて。 治療効果が出た人なんですかね。腸内細菌を抽出して増やしてそれを入れるそうですカメラで入れるそうですすごいですよね。本気で真面目にこんななこととをバカじゃないかと思うけど、にする人いるんですよねで。こういうことをして治療効果が上がればもうこの治療いいかもしれないということでなんか輸血じゃないですけど抗がん剤が効きそうな便を提供するような時代になるかもしれませんね。 まあ、おそらくそっちの方向性ではなくて腸内細菌をまあ清潔な形で増やしてカプセルに入れて飲むというような方向性に今後はなっていくんじゃないかと思いますがこういう方向性腸内細菌に注目した免疫治療の効果を高める方法も検討されているようです。ちっちゃな字がたくさんあるこの図なんですけどお薬がたくさん並んでいます。 免疫のお薬の効果を高める一つの手段は抗がん剤と組み合わせることだと言いましたけどお薬の組み合わせは肺がんだけでもこんなにあるみたいですこれはまあ同時進行でどんどん進めていってまあひとまずやってみましょうというのが白いところでここの一番内側にあるだいぶ良さそうだからもう最終検証に入りましょうというのがもうすでにご紹介した抗がん剤と免疫のお薬の組み合わせであるということですのでもうすずれがすでに使われているということですではこれかからいくつか あらかじめいただいた質問にちょっと難しそうなやつ、えー、と遺伝子異常がある人に免疫の薬これ効くんですか PD1PDL1 阻害薬効くんですかということです、えー、ともう後でまた詳しいことを知りたい場合にはまた改めてご質問していただくとして効、えー、かない可能性が高いというのが僕たちが持っている現時点での答えですで合わせて使ったらどうだろうかということも同時に考えなければいけないんですが今僕たちが手にしている情報でいくと 4種盛りでいくとです、ね、青の組み合わせの方が組み合わせじゃないよりも実は組み合わせじゃないやつは免疫の薬だけ免疫の薬じゃなくて抗がん剤と比べてですけど抗が,ん剤を使う抗がん剤だけを使うよりも合わせて使った方が良さそうかなというデータがあるんですがお薬をちょっと絞って使うとです、ね、あんまり変わらないというようなデータもあって組み合わせたら必ずうまくいくというものではないというのが現時点での見解で上の治療法に関しては FDA アメリカではです、ね、認められていないというところもあって、まあ、僕たちもちょっと進めにくいというような治療になりますこのあたりはもう少しデータが揃ってきたり今やっている試験のデータが患者さんにより積極的に進めるもしくは進めない方がいいということを道しるべになることを期待していますがまだまだ答えはないということでガイドラインでも使っていいのかどうかわからないという見解で今は立場にあります。 脳にに対ししてて効くんですかとということに関しては抗がん剤免疫のお薬が例えば肺がんとかリンパ節の転移に効果が出てくれるようなら同じように脳転移にも治療効果が出てくれるそうだっていうデータがありますあの結果は少し良くて 3, 3人に1人ががんが脳の転移が半分になりました半分よりちっちゃくなりましたっていうデータなんですけどちょっとそこまで良くないかなとは思ってますがまあ聞く人にはちゃんと聞きますというのが今持ってる答えです。 でこれからです、ね、もうがんの治療は次回のゲノム医療の方になっていくんですけどもう遺伝子を調べることで治療が決まっていく時代になっていますそしてその遺伝子の調べ方も今までは気管支局検査というきつい検査をしてがんの塊を取って検査をしてたんですけどもう血液で検査ができるような時代にだいぶなりつつあります例えば1つの、えー、試験、えー、解析の方法だと こんなにたくさんの遺伝子を調べて分かるのは遺伝子の異常も分かるんですけど免疫療法の効果が出やすいのかどうかなっていうようなことを示すようなデータも同時にいられるようになってきていますのでこういったことも今後活用しながら患者さんにどの治療を提供するのかっていうことを考える時代になっていますこれが最後のスライドです今肺がん非小細胞肺がんに対して使える免疫治療は免疫療法は免疫チェックポイント阻害薬 PD1 阻害薬、p d ワ1阻害薬、実際の薬でいくとオプチーボキートルーダ、デセントリク、そしてちょっと進行期ではないですけど、イミフィンジという薬剤だけになります。でも1個だけ使うんじゃなくて抗がん剤と併用して使っていきましょうという時代になりつつありますが、まあ、僕たち WJOG ではもう少しこの治療を洗練していきたいなということで減らすのか増やすのか、組み合わせなのかいろいろ考えながらやっているところです。どうしても 皆さんに同じように同じ薬剤が治療効果を示す副作用を示すわけではないのでいいお薬ではあるんですが主治医の先生と相談しながらご自身の体と体の状況とがんの状況と相談しながら治療を決めていってその治療を頑張っていただければなと思っております。こちちらががが私たた九州がんセンターーの診療グループですごご聴ありがとうございました